はい、山形県酒田市のバイク屋鈴木モータース鈴木貴博です。今日は鈴木 DRZ50 の修理をしております。症状としてはエンジンはかかるけどもギアが入らないということでした。まあ早速エンジンを開けてみたところ、このギアシフトカムと呼ばれるところが、錆びついて固着しておりました。でギアが入らない、長期間ずっとエンジンかけずに保管されていたため、エンジンオイルがこっちに下がりきってしまって、こっちの部分が油膜が切れて、錆びついて固着してしまったと思われます。ミッション側からアクセスして外して、錆落として洗浄して、組み直してスムーズにギアを入るようになりました。これからまた組み直してもう少しあと完成です。